ハンター。よいよハロー YouTube、 今日もやってまいりました「ミュージックハンター365」。本日はOtsuka Deepaさん、そしてShikai wa Yoshi Hamaxxでお届けしております。今日も素敵なアーティスト出てきます。そしてこのアーティストいいなと思った方はぜひいいねボタン、どんどんこんなアーティストいろいろ知りたいなと思った方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら。それでは本日のゲスト、フラットなお二人です。お願いします。はい、それではお名前とパートお願いします。はい、ボーカルしておりますポンと言います。よろしくお願いします。山形です。はい、ありがとうございます、はい、ではフラットの皆さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあフラットさん、京都を中心に活動中のアコースティックユニット、はい、フラットさん、はい、ということなんですけども、活動自体京都で、まあ今日は大塚のDeepaでされてるんですけども、はい、普段は全国をいろいろ回られてるような感じですか？そうですね、九州から関東の方まで結構まんべんなく行ってまして、関東にも毎月来てるし、まあ例えば広島あたりとかにも毎月行ってるし、もちろんまあ名古屋関西はもう毎月必ず行ってるみたいな。なるほど、幅広くやっております。わかりました。今日はライブのバンドの編成だったんですけど、アコースティックユニットということなんですね。基本はアコースティックユニットなんですけども、はい、お互いこうバンドものが好きで、はい、好きでというか、まあ結構そういうのを聴いて育ったのもあって。なるほど。まあ、僕ら結成10年経つんですけど、今に10年経ったからこそ、弾き語りで10年やってきたからこそ、ちょっと今わがままにやりたいこともやっていきたいなと思って。はい、バンドも弾き語りのサポートが入ったバンドではなく、完全にバンドとしてのバンドをやりたいなと思って、はい、やってます。バンドやったらもうバンドだけの曲も多いですし、もちろんまあ弾き語りでもやってる曲もあるんですけど、だからバンドだけの CD とかも出させてもらってます。こちらにかしこまりました。そうなんですね。じゃあライブとかバンドのライブの時はもうそこでしか弾けない曲もある。そうですね。はい、アコースティックはアコースティックで、逆にそちらでしか聴けない曲。そうですね、はい、まあ完全に雰囲気も違う感じでやってるんで、まあ、僕らのテンション自体も、全く別ユニットとして、別バンドとして楽しんでもらえたらなと思って。なるほど、はい、やってます。わかりました。ちなみにフラットのお二人はまあ最初から2人で活動されている。はい、そうですね。フラットとしてはこのオリジナルメンバー2人でスタートして、はい、今に至る。お二人の、ね、今後の活動でこれはピックアップだぞっていう公演があれば、ぜひぜひお伺いできればと思うんですが、いかがでしょう。Deepaでね、10月23日の日曜日に、はい、ちょっと先ですがワンマンライブが決まっております。バンドでのワンマンライブということで、弾き語りとは全く違うフラットを見ていただければ、感じていただければ嬉しいなと思いますので、ぜひお願いします。よろしくお願いします。答えが出てると思います。はい、かしこまりました。こちらの方にホームページからお願いします。ぜひこちらをチェックしてください。それではフラットの皆さん、残念ながらお時間になってしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ですので最後に番組ご覧の皆様に何かメッセージがあればぜひお願いします。我々京都初ということでですね、なかなか東京でのライブも年間通して数はそんなに多くないんですが、これを機にですね、ぜひとも我々のライブを見に来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは本日のゲスト、フラットのお二人でした。ありがとうございました。それではこの後フラットのバンドのライブ映像、そっちもチェックしてね。ミュージックハンター。き語りやねんけど、なんでバンドでやってるかって言ったら、まあ、僕ら自身すごいバンドが好きでね、たくさんそういうバンドを聴いて育ってきて、今弾き語りユニット結成10周年を迎えてんけど、今年の初めに、バンドでもっと活動したいなと思ってバンドバージョンの、ミニアルバムを出しました。最後までご視聴ありがとうございました。本日のライブはOtsuka Deepaさんからお送りしました。